チームでやるっていうことがもう誰かがへばった時に応援してあげたり手を引っ張ってあげたり背中を押してあげたりとか、まあ、そういうこうチームだからこそクリアできるっていう素晴らしさっていうのをすごく感じましたね。まあ、僕たち大阪は壁を作って登った経験があるので現実的なトレーニングをして、まあ、準備はできてたと思います。使うっていう内容がすごく多かったので、いや今回のレースはかなりビーモアヒューマンなレースだったんじゃないのかなと。優勝はスピルベルジャー。最高ですよ。最高です。優勝してよかった。最高。大会が今回走れるメンバーが集まってる感じなんですね。競技の一つ一つは私らとしてはあきつかったっていうよりもなんとか こなしていけるというかそこだったので走りでこれは差がつくのかなと思いました。僕にとってトレーニングは自分の強いとことか自分の弱いとことかまた自分の伸びしろとかそういうところを確認できる最大なるチャンスです。人間を極めろとは過信をせず誠実に自分と向き合うことだと思います。この広大なもう見渡す限り芝、これがやっぱりできる実際に現実にするっていうのはリーボクしかないと思います。